トラスト企画のみーくんです。今日はですね、ちょっと久しぶりに、サンニー GTR、ちょっと程度いいのが入ってきたんで、それをご紹介したいと思います。最近ですね、サンニーの GTR って、価格がちょっと安くなったりしてないですか？昔みたいにこう高騰とかしてたりとか、しないと思うんですよ。まあ、うちもですね、去年の、夏頃までは激しく、オークションとかで、落札して買ってたんですけど、夏過ぎからですね、とりあえず買い控えしましょうということで、なってます。久しぶりですね、ちょっとコンディションのいい車が入ってきたんで、それをちょっと紹介していきたいと思います。まあ、こちらの今日はこちらの商品になります。見てもらうと分かるんですけど、外装がとってもいい感じですよね。すごい綺麗。はい、今日はですね、このスカイライン GTR、BNR32の、色がですね、ガングレーメタリックになります。グレードはね、GTR のスタンダードになります。リスペックとかではないです。ちょっとこの車をですね、見てもらおうと思います。でまず、見てもらうと分かるんですけど、とっても、コンディションのいい車です、今回は。はい、じゃあ外装いきますね。ボンネット、ニスモのフードトップモールがついているボンネットになります。ほんとボンネット綺麗な感じで、いい感じでツヤがありますね。はい、ニスモのフードトップモールもものすごいへこみっていうか、この歪みとかが少なくて綺麗な感じです。バンパーいきます。バンパー、あー、これ少しだけここら辺ちょっと浮きがありますね。ちょっとこれ押すとなんか塗装が剥がれちゃう、ペリペリって剥がれちゃうような感じの浮きがあります。はい、ニスモの、ダクトがついてます。これ本物ですね。はい、で、あと、フェンダーいきます。フェンダーもですね、綺麗ですね。フェンダードア、これよく見るとですね、塗装塗ってますね、一度。だから綺麗に見えるんですね。あとまあ、プロ目線で言うとですね、実は塗装に若干のムラがありますね。特にこの辺、まあ見てもらうとちょっと目立つ、綺麗に見えるんですけど、この辺にちょっとムラがありますね。トランクもですね、この辺ちょっと割れちゃったりするんですよね、よくね、スポイラーのところ、これがないですね。はい、綺麗な感じで作られてます。リアバンパーもこうたまにこう、このリアバンパーね、実はこの取り付け部分がダメになって、このカタカタいっちゃう時あるんですよ、この辺。これ全然ないので、コンディションはいいんじゃないですかね。はい、で、ホイール、今日のホイールはですね、レイズのボルクレーシング T37SL ってなりますね。はい、18インチ、綺麗なホイールですね。ほんと傷ないですね。で、なんとブレーキもですね、エンドレスのキャリパーがついてます。これフロントで、リアもですね、リアもエンドレスのブレーキキャリパーがついてます。当然エンドレスのスリットローターがついてます。ホイールもキャリパーも程度がいいですね。エンドレスのロゴは比較的新しい方のロゴになりますね。はい、内装いきます。内装なんですが、まず気になったのはロールバー。
ロールバー、サイドバーがついている、ロールゲージになります。すごいですね。もうジャングルジムみたいな感じです。後ろも車高バーが入ってたりとかします。あとレカロのフルバケ、レカロのフルバケ、この辺ですね。よくあのレカロこう、あ、やっぱりありますね。ちょっと破れがあります。シートのプロテクターで隠れてますけど破れがあります。ハンドルはですね、純正のハンドルがついてます。まあ、比較的いいんじゃないですかね。はい。あとですね、メーターなんですけど、89,176 キロ、89,176 キロ、これは純正ですね。純正というか、あの実装工の 89,176 キロになります。はい。と3連メーターがですね、大盛り、珍しいですね。今はなき大盛りのメーター、油圧系、水温計、油温計がついています。あと HKS のブースト系ですね。ちょっと古いですかね。あとここにですね、HKS のブーストコントローラーですかね。これはですね、バージョン6ですかね。はい、6の、EVC6 ですね。ロック感がついてます。はい。あと、程度いい車によく、多いんですけど、ニスモのフロアマット。ニスモのフロアマットつけてる人は、基本的に車を大事に綺麗に乗ってる人です。はい。今までの統計を取るとですね、ニスモのフロアマットつけてる人で、汚いケースっていうのはないです。ほぼほぼ綺麗です。はい。じゃあ、エンジンルームちょっと見ていきましょうか。まずですね、気になったのは、エアクリーナー。これは ARC のエアクリーナーですかね。はい。ARC のエアクリーナーがついてます。ちょっとこの辺、ちょっと汚れがあって、ちょっと汚いですけど、ARC のエアクリーナーがついてます。ちょっとレアですね、これ。あとですね、こうちょっとマニアックなんですけど、リスモのエアフローがついてます。22680の RR580 っていうものですね。リスモのエアフローがついてます。あと気になったところは、ブレーキがですね、交換されてるんで、エンドレスに。なのでブレーキのマスターシリンダーが大容量のように変わってますね。はい。で、まあマニアックで、これ見てもらうと分かるんですけど、ABS のユニット。これはですね、交換されたものですね。比較的程度のいいものがついてます。ちょっとサビとかはあるんですけど、オイルの漏れとかはない、コンディションのいいものですね。はい。あと、アルミのラジエーターがついています。HKS のミタクラのパイピング。あと、車外のインタークーラー。これはですね、ARC かなんかのインタークーラーですかね。ちょっと外してみないとわかんないんですけど、まあおそらく安いものじゃなくて、比較的高い感じのものがついていますね。はい。で、あと、ちょっと見づらいんですけど、タービンもですね、いじってありそうな気がするんですよね。ちょっと見えないんですけど、で、あと、アウトレットもステンのアウトレットがついていますね。はい。そんな感じの車になります。はい。じゃあ早速ですね、試乗をしていきたいと思います。今回は安全運転で走っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあエンジンかけます。
はい、じゃあ出発します。気づいたんですけど、シフトがですね、硬いです。クイックシフトが入ってるんですかね。硬いです。カチカチ入りますね。あとですね、今走って思いついたんですけど、これアンジロックのミラーと 4WD のランプがついてます。で、これはですね、こういうエラーは実はあの G センサーの不要が考えられますね。はい、止まれんとこ来ました。きっちりね、毎回きっちり止まってるんですけどね、これなかなか難しいですね。おお、いい加速です。修復歴ちょっとだけフロントにあるんですけど、走りはですね快適ですね。ハンドルのブレも少ないし、足回りがですねオーリンズが入ってるんですけど、車庫帳が、車庫帳もいい感じに車両を支えてますね、車体を。おお、結構スピード出ますね。速い、すごい速い。快適な走りですね。いい感じですね。つくばサーキットのとこまで来ました。今日なんかイベントやってるみたいですね。はい、いつものようにこの辺でちょっと U ターンして会社の方戻りましょうか。すごいいい加速ですね、これ。すごい馬力ありますね、これ。400馬力ぐらいありますかね。すごいいい加速です。飛ばせる、飛ばせる、すげえ飛ばせる。なんかとっても気持ちいいですね。マフラーもいい音してますね。会社の方戻ってきました、はい。乗った感想なんですけどね、やっぱりね、ちょっとチューニングされてるエンジンなんでしょうね。ブーストも、1キロ以上かかるエンジンなので、アクセル吹かすとですね、ものすごくいい加速してくれますね。マフラーもいい感じな音が出ますしね。マフラーはね、プロストックっていう会社のマフラーが入ってまして、専門店なんですよね。GTR とか Z の専門店で。まあ多分そういうところでね、もしかしたら整備された車なのかもしれないですね。とってもいい車です。以上です。